くドラ。ラジオドラマで聞く名作文学。一杯のお茶。キャサリン・マンスフィールド。ミズ・ローズマリー・フェルは美人ではありません。では可愛いかと言われれば、ところどころそれにあたる部分もあるでしょう。それはともかく、彼女は大変な大金持ちでした。彼女の買い物ときたら、この棚にある商品、端から端まで全部ちょうだい。こういった感じでした。冬のある午後、彼女はカーズンストリートにある行きつけの骨董屋を訪ねました。すると、いつものように店主が笑顔で、いらっしゃいませ、マダム。私は私が扱う品を愛しております。価値のわからない方にお譲りするなど耐えられません。ですがマダムは違います。芸術の神から贈られた唯一無二のその審美眼、こちらの品はお眼鏡にかないましょうか。まあ綺麗な七宝焼きだこと、すっかり気に入りましたわ。おいくら？28ギニーでございます、マダム。また来ますわ。それまでは。ええ、取り置いておきますとも。いつまでも。ローズマリーは店を出ると、運転手を待たせて街を眺めました。日は陰り、雨が降り、街灯が一つ、また一つと、物悲しく灯り始めています。彼女はなぜか無性に虚しさを感じ、マフを胸に押し当てました。こんな日はとびっきりのお茶を飲みたいわ。そう思った時、マダム、おじいです。私にお茶一杯分のお金をお恵みください。黒髪の若い痩せた娘が瞳を潤ませ、ふらふらと歩み寄ってきました。え？お金？お茶一杯ってあなたもしかしてお金を持ってないの？ええ、少しも。1シリングも？お恥ずかしい限りです。まあそんなひどいことってあるのかしら。ローズマリーは娘をじっと見つめました。娘はローズマリーのコートをつかみ、まるで今水から上がったばかりのように震えています。その姿や声からは癒しさやずる賢さをみじんも感じません。ローズマリーの胸は少しずつ高鳴りました。いいわ、まるでお芝居かドストエフスキーの小説みたい。このかわいそうな娘を家に招待して、うんともてなしてあげたら、ああ、考えただけでドキドキする。マダム、お願いです。ほんの少しで構いません。ええ、いいわ。あなた、うちにいらっしゃい。一緒にお茶を飲みましょう。え、嘘。なぜ私を、ご冗談でしょ。嘘でも冗談でもないわ。もしかして、私を警察に。そんなことをして私に何の得があるの。私はただあなたに温まってもらって話を聞きたいだけ。さ、乗って乗って。こんなことって。運転手が車のドアを開けると、次の瞬間娘は柔らかいシートに沈み込んでいました。ローズマリーはベルベットの釣り革に手を滑らせ、満面の笑みを浮かべました。捕まえた。なんて素晴らしい出会いなの。後でお友達に話したらきっとこう言うわ。あなたってなんて親切で深い愛情の持ち主なんでしょ。でね。しばらくすると車は
大豪邸の前に泊まりました。娘は邸内に入り、部屋を案内されるたびにプレゼントの箱を一つまた一つと開けるように目を輝かせました。さあ、帽子を取ってくつろぎなさい。コートもよ。ああ、失礼、シガーを吸ってもいい？マダム、ごめんなさい。私、お腹の中が空っぽで、もう、めまいがして。まあ、私としたことが。すぐに用意させるわ。誰か、お茶を大至急よ。ローズマリーは運ばれてきたお茶を受け取り、クリームと砂糖をたっぷり入れて娘に勧めました。それからバターをたっぷり塗ったパンとサンドイッチを食べると、娘は別人のように明るく若々しく満ち足りた表情になりました。さあ、あなたの話を聞かせて。辛かったでしょ？最後に食事をしたのはいつ？どこに住んでいるの？行く当てはあるの？何でも話してちょうだい。おい、ローズマリー、僕だ。おっと、お客様が。これは失礼。その時ドアが開き、ローズマリーの夫フィリップが入ってきました。彼は少しの間娘の顔を黙って見つめました。あなた、こちらお友達の、スミスと申します、マダム。そうそう、スミスとお茶を飲んでおしゃべりをしてたの。へえ、そうですか。なるほどね。スミスさん、妻に話があるので少しお待ちいただけますか？そう言うと、夫婦は部屋を出て別室に入りました。まったく、君と来たら説明してくれるね。あの子は誰なのかな？何を企んでいるんだい？今日街で初めて会ったの。お茶を飲むお金をくださいって言うから連れてきたの。それで、お茶を飲ませて、これからどうするつもり？うんと親切にするの。彼女が想像もできないくらい、まるでおとぎ話のヒロインになったみたいに。ああ、主よ、奇跡を感謝します。そう思わせてあげたいの。君はとんでもないことを考えるな。あら、どうして？どうしてダメなの？私がしたいって言ってるのよ。ねえ、いいでしょ？ああ、それとね、私今日…まあまあ、少し落ち着きなさい。それにしても、あの子、スミスと言ったっけ？彼女、実に可愛いね。え？可愛い？可愛いですって？夫の言葉にローズマリーは一瞬顔をこわばらせました。ああ、すごくキュートだ。思わず面食らってしまったよ。だがまあ、そんなことよりもだね、君がしようとしていることには賛成できないね。正しい行いとは思えないよ。その後、ローズマリーは夫に背を向け、娘のいる部屋に戻りました。そうして引き出しに入っていたお札を取り出し、すべて娘にあげました。いや、奥様、そろそろディナーだけど、スミスさんのご都合は？ええ、彼女、お帰りになったわ。用事があるみたい。そうかい。それじゃあ仕方ない。ねえ、あなた。私が好き？もちろんだよ。キスをしておくれ。
私、欲しいものがあるの。28ギニーするんだけど、買ってもいい？ああ、いいとも。困った浪費家さん。それとね、もう一つ。ローズマリーは夫の首に手を回し、彼女の胸に顔を押し付けると、耳元にそっとつぶやきました。ねえ、私って可愛い？聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。